くれないように作業状態表示を確認してください。地盤確認と地盤養生をしてアウトリガーをセットします。フックを開放しブームを水平状態にします。ジブ格納ピンを運転席から解除しスイッチ操作でジブを張り出します。従来機ではブームを伸ばしてからジブ張り出しの操作をしていましたが、 E ジブはこの時ブームを伸ばす必要がありません。その結果、ジブセットにかかる時間の短縮と、これまで2メートル近く必要としていた前方の作業スペースを4分の1に削減することができました。ジブ起伏レバーでジブ前方を伸ばし、ジブフートとブームトップシーブシャフトを固定させます。ここまで全てが運転席の中からの操作です。ここで運転席を降ります。ジブセットでの乗り降りはこれが第1回目と言っても良いでしょう。シャーシに上がり、ジブ連結ピンからジブ格納リングを取り外します。 E ジブで新たに採用されたのがこの部分です。ジブフートにピンを差し込み、コネクターなどを差し替えます。 E ジブはテンションロッドのセットが地上で行えます。高い位置での作業を減らすとともに、大幅な時間短縮ができました。さあ、運転席に戻りましょう。もちろんここからも難しい操作は不要です。ここで、E ジブの特徴的な動きをご覧ください。今度は、ジブ後方を縮めて、ブーム横の連結ピンから解放します。高所でのレバー操作や振り出しワイヤーは不要です。ジブセットピンの差し替えも不要です。シンプルイコールタフの設計を得意とする加藤は、神経質な装置や複雑な配線を使わず、これまで難しいとされていたことを可能にしたのです。運転席から2回目の乗り降りです。ここでは脚立もプライヤーも使いません。これでジブセット完了です。 E ジブはシンプルかつ安全なシステムですから、あれ危ないなと言われない手順で、難しいこともできるようになりました。ブームを伸ばし旋回して張り出すことも可能です。さあ、新しいフィールドへご案内します。